リフォルニアにやってきました。ロサンゼルス空港から2時間半ぐらいかけてこのレッドランドインディアンにやってきました。ここは、インディアンだけじゃなくて、ヤマハとかホンダのバイクも置いているバイク屋さんです。でこれから、ロードマスターで、走りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今日乗るのはこのバーガンディーレッドの2019年型のロードマスターになります。じゃあ早速乗ります。はい、ライドコマンドで目的地をさっき打ってもらったんで今日の宿の位置を入力しました。これで行きます。はい、じゃあこの通りに行くと高速がすごい混んでたのでちょっとだけ一般道を通ります。クラッチ軽い。なんでこれクラッチ軽いんだこれクラッチ軽いね、いいね。なぜかあとヒールシフターがついてないんで早速空振りしています。はい、最初はちょっと渋滞を気にして一般道で北に向かっています。さっきディーラーに来るときに反対車線ですね、10号線のロサンゼルス方面が結構混んでたのでいきなり渋滞にはまるのが嫌だったのでちょっと一般道で迂回して結構マイナーな国道に向かっています。ここからと信号を離れて山道に入っていきます。はい、今日は道中が100キロぐらいの道なのでもう今時間で4時20分ですね。3時ピックアップの予定でも3時過ぎぐらいに着いたんだけどなんかいろいろやってたら4時ぐらい出たのかな。ベアレイクに向かう途中の小さな町なんですけど、まあ村ですね。すごいいいですね、雰囲気が。はい、ジュース休憩は終わりで早速移動します。
今5時ぐらいですけど、日が当たって綺麗です。カリフォルニアの今の時期だとおそらく8時ぐらいが日没なので、5時でもまだ全然明るいですね。ビッグベアレイクは2012年ぐらいかな、一回来たことあるんですよね。前回はカマロのオープンカーで一人で来たんですけど、その時にも、まあ湖なんで一周回れるんですけど、その時に一周ぐるっと回ったので、まあ、今日も時間があるのでぐるっと回ってみたいと思います。マップで見るとこんな感じです。西側かな、湖の西側を走っています。あ、これ前回来た時にこれ写真撮ったんだよ。このロッジホテル、かっこいいかっこいい。カリフォルニアはやっぱ風が冷たいので、まあ暑いかなと思ったんだけど、やっぱ長袖持ってきてよかったですね。長袖何枚か持ってきているので、これからでもバスの方行くとおそらく暑くなるかもしれません。なんかかっこいい別荘地帯があります。日が当たってかっこいいですね。湖の反対側をまた南方面に走ってるんですけど、今の時間だと逆光ですね。あんまり綺麗に映んないかな。はい、この湖の東側の道ですけど、かっこいいんだけど逆光に見えなかったので、やっぱりこの東側の道をもう一回、北方向に向かって走ろうと思っています。太陽が背にあるのでそこそこ綺麗に映るんではと思っています。かっこいい。こちらの方がなんかコテージが湖の真横にあってかっこいいです。わあ、いいね。とかボードって書いてある看板が結構あるので、あ、このスノーボードレンタルって書いてありますね。多分冬はここら辺はもうスキーリゾートなんだ。多分結構高い山なのかな、雪降るんじゃないかな。今日はまだ初日なのでヒールシフターがない、もうトーシフターオンリーなんだけど、これがまだ慣れないで、さっきから空振りしています。かかとでシフトアップをしようとして何回か踏みます。今日はもうこれからはバーストに行くだけなので、ここを抜けるとほとんどの砂漠になってしまうので、今日のメインイベント、まあ、3時について4時から走り出して、今現在5時41分ですけど、今日のメインイベントはビッグベアレイクになります。からこんな感じの景色がしばらく続きます。まだ緑があっていいんですけど、その下も緑もなくなってきてしまう、完全な砂漠になるんです。やっぱ天気が最高にちょうどいいですね。もっと暑いかと思ってたけど、日陰にあると結構ね寒いぐらいなんですよね。まあ、カリフォルニアだからっていうのもあるんだけど、これから砂漠地帯に向かっていくとどんどん暑くなるとは思うんだけど、でも日本みたいにジメジメしていないと思うので、上着着てでもちょうどいいと思います。この砂漠の向こう側にバーストも、ラスベガスもあるんですけど、すごいですね。なかなか上から見るってことはないので、結構やっぱすごい景色ですね。地帯です。風化して風の力で丸くなった石と言われてますからね。丸っこち多いんですよね、こういうね。すごい砂の谷みたいなとこ走ってます。でも日陰が多くて結構気持ちいいです。はい、これで砂の山が終わって、もう何にもない平原に突入します。でも今まだ6時半
8分ですね。このまま多分 2,30 分で着くような感じだと思うので意外と近かったです。はい、この辺も直線道路です。ほぼまっすぐです。さっき涼しいって言ったのは多分山の上だったからかもしれません。結構この辺は砂漠地帯のせいもあると思うんだけど結構暑いです。あと日差しも今西日なので結構暑いです。でもまあ耐えられなくはないです。風が涼しいんで。はい、この辺もずっとまっすぐです。もう砂しかありません。路面は結構波打ってます。あんまり車が通らないからかな、結構ガタガタです。で今日泊まる宿はあの山の向こうなので結構まだ走ります。はい、着きました。結構最後の方は日差しが強くて結構、日焼け止めを塗ってなかったので大変だったんですが、これで今日はおしまいです。近所に、ファーストフードとかいっぱいあるのでこれからディナーを食べて、昨日あんまり寝てないので明日に備えようと思っています。